高い？そんな詳しくはないですけど、うん、一番多かったのがピッタ、うん、で次にバータということになりました。でもちろんカパもあるんですけど、はい、割合として一番少なかった、うんうん、で、ごめんなさい、ピッタが一番多いんですけども、はい、ピッタが多い方の症状としましては、はい、まあ、ピッタって、消化にかなり関わってきますね。で体の中に火があるということで、うん、消化不良を起こしやすい方が多いんですね。胃炎や胃もたれ、うん、あとは消化不良ということで便秘や下痢を繰り返す方もピッタの方が多い、うん、さらにあの皮膚の発疹ですね、肌にトラブルのある方ってピッタが多いんですね、うんうん、で次にバータですけども、バータは風邪ということで、うん、もうこれは神経に直接関わってまして、うん、神経、痛みやこりを感じやすい方、神経が弱まってると痛みやこりを感じやすいんですね、うん、で、まあ、痛みやこりを感じやすい方だったり、うん、あとは体を乾燥させてしまう風邪ということで便秘だったり、あとはドライスキンですね、うん、になりやすい方はバータが強いというふうに言われています、うん、なので、まあ、そういった症状が出やすいという今ボディタイプになりました、うん、はい、今が一番健康であるという証拠になりまして、うんうん、マックがあのもともとピッタが強くて次がバータ、次がカパということで、今の状態と、そんなにかけ離れてないので、うんうん、はい、まあ、健康であるというふうに言って大丈夫だと思います、はいはい、そのピッタとか関係なくいいの？今日は大丈夫。今日は大丈夫。
返してみたいな感じでした。カバン、カバンどれ、これも、これ売ってるんですか、これ違うか、あ、これも売ってる、カバンはこれ